時間だったそれだけでも君が僕を大切に思ってくれてるのがわかる。夢の入り口は違う部屋でも心の手は握れるから、僕は君の手を離したくはないよ。君とある未来に向かって歩きたい。もうすぐ少ない路線、時間はギリギリなのに走ってアンパンを立てて渡してくれた。少し潤んだ瞳、とても優しくて、僕はその時に君と恋に落ちた。初めてのデートで通った二人一緒のプリクラ、寝る前に見直すたびにニヤニヤしてしまう。夢の入り口は違う部屋でも君の声は聞こえるから、僕は耳を澄ましてずっと聞いてるよ。君と歩く未来を夢見て覚えている。夢の入り口は違う部屋でも君を思うことはできるから、僕は君のことが本当に大好きだよ。僕と一緒に同じ道を手をつないで歩いてくれませんか。